はい、それでは本日の文献紹介をしていきたいと思います。今日紹介する論文は、ガルシアン LDA for Topic Modeling with Word Embedding ということで、ACL2015 の、3年前ぐらいの論文になります。はい、まあ、キーワードとしては、まあ、タイトルにもあるようにトピックモデルであったり LDA だったり、まあ、ワードツーベックだったりっていう形になるかなというふうに思います。はい、まず概要です。まあ、LDA、皆さんご存知かどうか分かりませんけど、まあ、トピックモデルですね。において、単語の生成っていうのは、まあ、普通はカテゴリカル分布っていうものを用いるんですけど、まあ、そこをカテゴリカルなものではなく、ワードツーベックの、まあ、連続空間上のガウス分布と仮定することによって、まあ、より良いモデルを構築したっていうのが、まあ、本論文の、まあ、貢献という形になります。で、まあ、トピックの意味的な結束性が向上して、まあ、PMI などの評価を用いたところ、まあ、既存の通常の LDA のモデルよりも、まあ、より良い精度が得られたというようなことが、まあ、述べられています。はい、まず導入です。トピックモデル LDA は、まあ、トピックモデルとして非常に有名であります。で、まあ、このモデルっていうのは、まあ、文章の生成モデルという形で、まあ、なんだろう、定義されていて、まあ、文章っていうのは、まあ、いくつかのトピックによって、まあ、構成されているというふうに、まあ、前提を置いて、まあ、さらにそのトピックから文章中の単語が生成されているっていうふうに、まあ、仮定をしたモデルになっています。まあ、例えばその、パソコン系の記事があったら、まあ、そのトピック文章は、まあ、トピックまあ、そのパソコンのトピックがまあ一番大きく、まあ、なんだろう、かつ確率的には一番そのパソコンのカテゴリーがまあ一番当てはまりやすくて、でそのパソコンのカテゴリーからはなんか Windows とか MacOS みたいな、そういう単語がよく生成されるみたいな形の仮定を置いたモデルです。で、まあ、このトピックにおける、まあ、単語の生成確率などが、まあ、様々な場面において有効で、まあ、文書分類の組成として使われたりとか、まあ、様々な場面で自然言語処理において、よく使われている、まあ、特徴量というかモデルになります。まあ、一方で、まあ、通常の LDA では文章っていうのはまあ複数トピックがまあ混ざり合っているっていうふうにまあ先ほど言ったように仮定しているんですけど、まあ、一方でトピックっていうのは意味に一貫性がなければならないっていうことで、まあ、極力その一文章で出てくるトピックっていうのがまあ一つみたいな形のまあ意味の一貫性を守っていなければならないっていうような形になっています。まあ、これはその LDA などのトピック評価、トピックモデルのまあ評価でも、基本的にはその意味の一貫性、人間の考えるトピックとの意味の一貫性っていうのをまあ評価しているので、まあ、一番下で言われているのはまあ重要というような形になります。はい、で、まあ、先ほどまあここで言ったんですけど、まあ、一方でその LDA っていうのは単語間の意味的な関係性っていうのは一切モデリングしていません。まあ、どの単語においてもまあ確率的にその独立にまあ生成されるみたいな形の仮定を置いているので、まあ、いわゆるその後で説明するまあワードツーベックみたいな形の、そのこの単語とこの単語は似ているよねみたいな情報っていうのはまあ一切モデリングしてませんと。まあ、なので筆者らはそこにワードエンベディングを活用することで単語間の意味をまあ考慮できるようにしたらどうなのかなみたいなのをまあ提案していますと。はい、で、まあ、LDA の簡単な説明をすると、まあ、先ほども言ったように、テキストを解析するための生成モデルっていうふうに表せるかなと思います。まあ、ラテンとディリクリアロケーションっていうものの頭文字を3文字取ったのが、まあ、LDA になるんですけども、まあ、先ほども言ったように文章はいくつかのトピックからなり、トピックから単語が生成されているっていうふうにまあ仮定したモデルになっています。まあ、左側から順番に行くと、まあ、左の一番アルファっていうのがまあトピック、そもそもトピックがどういう分布で出てくるか、偏るのか結構まんべんなく出てくるのかみたいなパラメータですね。でそこからまあ各ドキュメントにおけるトピックの割合っていうのがまあ出てきて、でそのトピックからまあドキュメント D 中の単語 N のトピックっていうのがまあ出てきて、でまあドキュメント D のその単語 N がまあ出現するっていうまあ形、観測されたっていう形で、まあ、やってあげます。で、まあ、こっちからは、まあ、そもそも単語がどういうふうに出てくるか、まあ、偏るのかみたいな、そういう話ですね。
ていうようなまあグラフィカルモデルになりますと。でまあこれをなんかこういうふうになんか文字起こしするとまあ大体こういうふうになりますと。まあそのディリクレ分布からそもそもトピックがどういうふうに出てくるのかのパラメータが出てきて、でそれをまあですね下の方でまあカテゴリカル分布でまあ大体トピックはこのトピックはまあ、これぐらいの確率でみたいな形でまあサンプリングじゃない、こうやってサンプリングじゃないですけどまあしてあげるみたいなような形になっていますと。でまあこれに非常に似た形で出てくるのがまあこのガウシアン LDA っていう手法で、まあその先ほどと違うところはまあまずここまあ単語がそのまあカテゴリーでまあこの単語が出現するではなくてまあこのベクトルがまあ、正規するみたいな形で置いてあげているので、まあ、ガウス分布のパラメーターにまあなっていますね。でそのガウス分布をまあ生成するためのまあ分布のパラメーターがまあここにあると、ビシャート分布だと思います。はい。でまあほぼ先ほどと形は同じなんですけど、まあ、違うところはその分布を用いているところで、まあ、こっちのグラフィカルモデルでもここがさっきは単語だったのが単語ベクトルがまあ観測されたっていう形になっているので、まあそこが大きな違いになるかなっていうふうに思います。まあこれも先ほどと同じですね。まあその共分散行列とまあそこから得られるその平均分布の平均っていうのをまあ持ってきて、でまあトピックに関しては先ほどと同じようにまあカテゴリカル分布で持ってくるんですけど、まあ、ベクトルっていうのはまあガウス分布から生成されるよねみたいな部分がまあ違うかなっていうふうに思います。はい。で、まあ、このような仮定を置いたモデルっていうのを用いて、まあ、トピックモデルをに関してまあ実験っていうのをしています。で、実験が、今回使う、評価は、まあ、Wikipedia の記事を用いた PMI の評価っていう形のものを用いています。まあ、例えばトピックを50とか指定して計算してあげると、まあまあ、コンピューターであったりスポーツであったりっていう形で、まあ、きれいにまとまると思うんですけども、まあ、その、トピックの、上位 N 単語、まあ、ここでは15単語にしているんですけど、15単語を持ってきて15単語それぞれの単語において、まあ、それぞれ相互に PMI を計算してあげて、 PMI が高いものをそれを平均した数字を、評価の尺度として用いています。で、まあ、なんで数字が大きければ大きいほど意味に一貫性がある、その似た意味を持つというか似た部分でよく表記する単語がまとまっているっていうような形の尺度になっていますと。はい。で、ワードツーベックっていうのは、まあ、英語の Wikipedia の記事で学習していて、それを、ガウシアン LDA では用いています。でトピックモデルの計算には、まあ、20ニュースグループっていうものと NIPS っていうものを使用しています。で、ざっくり結果の表を、ここでは載せていて、まあ、文字すごく細かいんで見づらいかと思うんですけど、まあ、上がガウシアン LDA で得られた、その各トピックの上位、N 単語、15単語ですかね。で、まあ、下は通常の LDA で得られた単語です。で、まあ、ここで書いてある数字っていうのがさっき言った一貫性の指標になっていて、まあ、数字が高ければ高いほど、まあ、一貫性があるっていうような形の結果になっています。で、まあ、実際にこの結果を見てみると、例えばこのすみませんこっちですね、こっちの単語はまあ基本的にコンピューター系の単語がまとまっているようにまあ思えるかと思うんですけども、まあ一番上がハードウェア、インターフェース、モード、デバイスっていう形で、まあ、ものすごく関連する単語がきれいにまとまっていて、まあ、その PMI の値っていうのがまあ大体に平均の PMI の値が 2.36 っていう値で、それに対して、まあ、下の方になると、まあ、確かにウィンドウとかイメージとかカラーとかファイルっていうのは、まあ、確かに近しいんですけども、でもカラーとかあのイメージとかっていうのは、まあ必ずしもコンピューターワードではないっていうような形になります。なんでそういう意味では下の通常の LDA に比べて上のそのガウシアン LDA の方がなんかより良いトピックのまとまり方をしているっていうことが分かって、まあ、実際に数字的にも高くなっているっていうことが分かります。で、まあ、筆者ら計算したところ大体その下の値の平均
に対して、大体 2倍から3倍ぐらいのスコアを記録しているっていうような形の結果を述べていました。はいはい、ざっくりとしたまとめになるんですけども、ワード2ベックを活用したトピックモデルっていうのを考案しています。で、従来の LDA のモデルで捉えられなかった意味の一貫性っていうのをしっかりと捉えることができるモデルを構築しました。で、実験したところ、既存のモデルよりもいい、コヒーレンスが得られたっていうような形の報告をしています。以上で発表を終わります。